も緊張しました。初めてするようなこともあるそうなので、とっても緊張しますが、精一杯頑張ります。インタビュー時間ですね。はい、まずお名前は何さんですか？何ちゃんですか？海です。今の今座ってらっしゃいますけれども、何の後ですか？何の後？時間経過的に。時間経過的に、エッチ。エッチが何ですか？エッチの。あとです。そうですね、まあ、朝、ここのね、はい、スタジオに入りました。で、メイクしてもらいました。で、準備が整って僕がね、メイクルームまでお迎えがあって、そのままエッチしちゃったんですよね。そうです。エッチしちゃったって言ってもいいですか？エッチしちゃった。どうでしたか？一番は緊張しました。もう階段降りてくるところから、はい、足の震えが止まらなかったです。実際ね、急にね、上半身裸の人が現れて、こう、まあ、周りに何人か、ね、スタッフもいたじゃないですか。目に入ってました？いや、なんか前見たら急にパンツ一丁の人がいたからびっくりしました。他はこう、なんていうんですか、こう何人か後ろにいるわけじゃないですか。はい、うん、そこは気にはならなかった？なんか見ると緊張するからちょっと下を見てました。ねえ、気にしないよ。え、昨日とかどうだったんですか？昨日はもうそわそわして寝れなかったです。寝れなかった？はい。何時間睡眠ぐらいですか？30分。30分しか寝なかった？30分しか寝てない。めちゃくちゃ緊張したんですね。めちゃくちゃ緊張しました。エッチなこういうビデオ見たことあります？あります。それはこう顔にかけられてましたのもあります。ちょこちょこ見てるんですか？ちょこちょこ見ます。初めてエッチしたって何歳の時ですか？15歳です。15歳。高校生、まあ、ほぼ高校。ほぼ行くか行かないか、なんか中間みたいな。中間。お相手は差し支えなければ、まあ、その時の元彼。思い出残ってます？思い出、うん、その初めてエッチした時の。あ、あります。もう痛いしか覚えてない。痛かった？痛かったです。何回目からこう、あ、ちょっと気持ちいいかなってなってきます？半年後。あ、なかなかですね。え、半年間ちょっと苦痛だったんですか？苦痛で痛い、痛いのもそうだし、うん、なんか気持ちいいじゃなくて、うん、おしっこが出そうな感覚って。おっていう。ずっとただ続く。そうです、そうです。お、男性経験ないよね。これだけ可愛いとモテると思うんですよ。5人くらいですかね。本当ですか？5人くらい。5人くらい。それ全員彼ですよ。ですか？ん？全員彼、彼ですか？あ、違います。違いますね。まあ何人かとは聞かないですけど、うん、
なんかこう片思いなんですか、片思いでとかちょっとなりんきでとかそういうのあるんですか。あー、どっちも。あ、どっちも。振られたこともあります。振られたこと、うん、告白し祈らなかった。告白したことがないです。告白したことない、うん、でも片思いの時は言わないだけ。いや、なんかその時は相手が自分のこと好きだったんですけど、私も好きだったんですよ、うん、エッチしたらいなくなっちゃいました。やり逃げされたんですか。お互い好きだったのに。なんか、いや、好きだったのかわかんないけど、うん、言われてたんです、うん、あ、その時は好意はあるよと言われてたのに、エッチしたらちょっとこうふわっといなくなっちゃいます。こんな可愛い子をそのおじちゃんの人がいたんですか。いました。どういう男性が好きですか。まあ第一は怒らない人。怒らない人。怒らない人。どの程度ですかそれって。なんか結構メンタル弱いからちょっと言われたら、うんシュンってなっちゃいます。それダメじゃんかさ。いや、まだ大丈夫です。そこは大丈夫。あの、こう、本気で来るとそうですね、まあ落ち込んじゃう。できればこういう人がいい。できれば、なんか周りの人に気使える人。あ、はいはいはい。ですかね。自分と一緒にいるときとかはもう違うとき、違うとき、例えばお店の店員さんとか、はいはい、そういう人が好き。まあ多分なんか少なからず見てる方がいらっしゃるでしょう。俺がちょっと言ってますから、ね、怒んないです。体の体型とかあります。好きな体型ですか、うん、腹筋が好きなんですよね。おお、ちょっと割れてる。ちょっと割れてたら引かれます。引かれちゃ う今から筋トレするよ。今もう腹筋始めてるかもしれない。あ、それぐらいちょっとそこにちょっとこう、あ、じゃああれじゃないですか、こうね、夏場だったり、まあ、どうか、まあ、海行ったりとかね、こう外とか行った時にちょっと割れてる方がいらっしゃったら見ちゃうんですか。見ますね、腹筋。やらしい目見ちゃうんですか。やらしい目、なんか、あ、この腹筋かっこいいなみたいな。あとでちょっとじっくり見ますけど、あの、なんかあれですよね、ちょっとエッチ取って思ったんですけど、ちょっとほんのり腹筋がこう筋が入ってたりとかしてたような気がする。はい。なんかやってるんですか。ちょっとだけど夜腹筋してます。筋トレ。あ、筋トレちょっとしてるんですか。やっとなんかいい感じでこう言われてましたよ。結構女子力が高いんですかね。いや、そんなことはないと思います。どうなんですかね。え、今日のために頑張ったわけですか、それ。あ、そうです。やっぱその間やっぱちょっと裸になるし、ぷよぷよしてちゃダメかって。エッチって好きですか。好きです。どれぐらい好きですか。80% か。何パあの、私の 80% はエッチが好きですってことですか。違う。まあでも好きな方だと、はい、木刀に立っていただいてよろしいですかね。はい。ちょっと本当スラッとしてますよね。ちょっとくるっと
一周してもらっていいですか、うん、はい。身長は改めて何センチ？160センチです。ちょっとね、今ワンピース着てるじゃないですか、はい、下着もつけてるんですか、はい。今何歳ですか？20歳です。ありがとうございます。